こんばんは、勝則です。今日も食事の内容と体重の変化を記録投稿していきます。サムネイル、メインディッシュは鶏の手羽元の素焼きです。鶏の手羽元の素焼きです。結構美味しそうなんですよね。はい、それと、お腹の調子がいまいちなので、理由はまあコラーゲンの取りすぎやというのははっきりしてるんですけど、梅の白がゆですね。梅がゆですね。梅の白がゆです。で、昨日食べきれなかった白菜ですね。白菜。こんな感じですね。はい。肝心の体重です。何キロなっているか。昨日が56.9やったのかな。今日は何キロや。増えてるか減ってるか。これは減ってんのか、ちょっとわずかに。記憶が間違ってなければ、56.8でちょっと減ってます。100g 減ってますね。体重56.8、体脂肪率11.6、基礎代謝1353、内臓脂肪レベル3、筋肉量47.6、筋肉量スコアマイナス2、推定骨量2.6。もう一度、体重56.8、体脂肪率11.6、基礎代謝1353、内臓脂肪レベル3、筋肉量47.6、筋肉量スコアマイナス2、推定骨量22.6。もう一度です。鶏手羽元の素焼き、白粥、白菜の煮付けです。今日はこれで終わらさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。失礼します。